いやでも、あ、てぺさんじゃあちょっと質問してもいいですか質問してもいいですかこれ真面目な話、仕事の話。あの、ゴールデンウィークも仕事するんですかはいはい、もちろんもちろん。あ、本当に、じゃあの、この録音日とか時間も変えなくてもいいのかなえ、録音日は多分、大丈夫あれじゃないじゃないですかなあ、本当にごめんなさい、私が今、ゴールデンウィークがいつなのかもちょっとよくわかんない。はい、ゴールデンウィーク、来週 えと再来週から始まるのそうですね多分普通の人は来週の木曜日から、うん、再来週の水曜日までなんじゃないですか、ね、ぐらいな,なるほどね。あ結構長いね、はい、今回ね。うんうんうん、そうまあだけどやっぱり他の国は関係ないですからね。いつもよりはちょっと休みますけど半日ぐらいですね。一日全部は休むつもりはない。 ね、そうオッケーオッケーわかりました、うんうん。なんか家族サービスとか公園に行くぐらい。あ,あのね、<laughs> この話聞きましたニュースで。何聞いてない。あのあの緊急事態宣言をするらしいです。まだまた出たの、はい、んなんかあのゴールデンウィーク狙い撃ち。ああ、そうなんだ、はい。ゴールデンウィークだけ、あーなるほどね。いろいろなとこに行かないでくださいっていう。そうか。なん なとなく意地悪な気がします。うね、<laughs> そうね、今更ね、はい、直前に。はい。うん、いや、そのいろいろわかるんですけど、理由は。うん、でもなんかそこそこかって思いますよね。はい。そうです、ね。なんか仕事はあのぜ言っ,ってくださいって感じなんですよね。サラリーマン。あ、サラリーマンの人たちに。うんうん 仕事に行かないでくださいとか電車に乗らないでくださいっていうのはないんですよなぜかというとやっぱ経済のために働き続けてもらわないといけないだけどゴールデンウィークはあのその経済に関係ないからまあまあもちろんその消費には関係がありますよなるほどねはいん,なんか変な気がしますねうん,うん変だね いやなんかイギリスみたいにずっと長い間、ロックダウン、ね、っていうカフェもパブも開いてないその、それだったらなんか分かるけど大変ですけど、実は私が住んでるところはまだあの閉まってるんですよ、ずっと来,週来週の30日から開く予定なんですけど、で,でも開いても中では食べられません、外だけ。だから外の席があるレストランとかパブしか実質営業ができない。うーん まあ大変ですけどねそういうビジネスをしてる人は大変だけれと、ね。いやなんとなくよくわかんないんですよねいろいろなことがね。わかんないね本当です、ね、はいなんか本当に効果的なことをして効果的じゃないことはしないしないでいいと思うんですけど例えばねこういうことになるとあの僕の住んでいる、まあ、近くの公園とかが、はい、公園さえも閉めたりするんですよね。 うん、はい公園に人が入らない,いそういう公園もあるんですよ、うんうん、ちょっと良いなと思いますね、うん、私外は大丈夫と思うんですけどね基本的にそういうあの公園みたいなところねそうでしょうなんか海外の場合は公園は本当にみんにそう,そう、ね、本当に大丈夫です、うん、そう日本の場合はなんか公園もアナウンスメントとかがあるんですよ「あのああ集まらないでください」「早く帰ってください」ああほに、はい うん。じゃあどこに行けばいいのそうですねどこに行けばいいの、ね、本当に、うん、そ,<う>その通り家にずっとそれ本当にメンタルがもうおかしくなっちゃいますダメ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 やっぱりねちょっとバランスですからねそう、うん、だからまあ空けて散歩してそうそうそうだからどうするのかななんかそのショッピングモールとかは閉めるらしいんですよ あ本当にゴ、はい、ールデンウィークとか、うんうんうん、まあ一応閉めるところが多いと思いますへえそ,、ね、そんなことしたら他のところに人が集まるだけですからねうん、うん、なるほどなるほどなるほど例えばあのスーパーマーケットとかも早く閉めるとかするとあの空いてる時間に早くみんな行きます、ね、そうみんな行かなきゃいけなくなるよねだからそこが密になるっていうね、まあ、いろいろな問題がちょっとその あまり効果的じゃないことをやってるんですよね。うん、うね難しいね、いや、なかなか本当に。これね、やっぱりイギリスみたいに、あの、ワクチンが早く進むと。また、ね、うん、まあ、ゲームチェンジャーという言葉がありますよね。うん、なんですけど、ね、日、ね、本はなんか長くかかりそうなんで。そんな感じですね。いや、これ、ね、まだ。いや、僕は本当に知らないけど、いや、イギリスって。 すごく早いじゃないですか。はい、でこの前なんかニュースを見たら注射を打つところを見たんですよね。そしたらなんかすごかった。うんうん、なんかねダーツみたいになんか投げてたんですよね。<laughs> え投げてどう投げて投げてダーツダーツしてましたよダーツまあ本当ですけど半分嘘で半分本当ですからねなんかね何やねダーツみたいにあの注射を投げなんかさ投げて刺してたように見えたんですけどあそういうえそれはないと思うけどまあまあまあちょっとねちょっとなんかラフにさしてまあやっぱりもしかしたらダーツの名人がボランティアでイギリスのダーツが あるからね、すごいですよね。スポーツですからね。そう、ビ、ね、チャンピオンシップみたいなあります。そう、なんかプロの人でもあんまりフィットしてないですけどね。なんかあのやっぱり運動じゃないから。そうそう、わかるわかるね。でも本当にすごいですよね。ダーツ、ダーツって本当にイギリスだけじゃないですか。しかも結構人気ありますよね。ありますね。覚えてますね。なんかあのテレビでもやっ やってたよね最近見てないけど私も見たことあるびっくりしましたええってすごい異様な雰囲気だったそう日本ではね相撲とかがあってね相撲があってテレビでねいつも相撲してんか相撲テレビで相撲を見るとああ日本にいるなって思いますねダーツを見るとわあイギリスにいるって感じそうか本当にまあ半分冗談みたいな話になりましたけど でも早く終わってほしい。いやいや本当だね。うん、本当だ、うん。まあね。まあまあまあ。運動してますか、最近。まあ歩くだけ、本当に運動じゃない、歩くだけ、散歩ですね。うん、うん。まあ最近天気がいいから、あの、うん、はい、レッスンとレッスンの間に。う,うんうん。うん、珍しいことにね。 はい、天気がいはいの、は、で、い、まあでもやっぱレッスンとレッスンの間に行くじゃない哲平さんはねだからそんな長い間歩くわけじゃないですねまあねでも1時間歩いたら結構いやあれ結構歩けますよはいはいはい早く歩くから好きですねそのレッスンとレッスンの間に1時間あるとなんか集中して歩けますよね、うん、そうそうそうその時は一人で歩くんですか哲平さん そうですね。うん、まあ時間が合わないですからね。うん、うん。僕は一人であの音楽を聴きながらああの無心になって歩きますよ。無心になって歩いてるんだ。もう東京の今の天気だったらもう汗をかくぐらいですか、はい、すごい歩いてる。そうです。まあ、<い>今 T シャツで歩いてますからね。あほらほらすごいち。ちょっと寒い。 ねちょっとだけ寒く感じるけど歩くとちょっとそう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 いうんそうそうそうじんわりと汗をかいてまあマスクは嫌ですけどマスクはまあ人がいなかったらちょっと取ってうううんんん人が歩いてきたらちょっとつけてっていうううんんなるほどねそうかいいですねなんかあのこの辺 あの結構最近あのー、新しく家を建ててる人が多くて周りにふんふんはいはいはいあのー、なんかあの歩くたびにですねなんかちょっとできてるんですよね。家が少しずつできていくんですよね。は、ね、はいはい,はい、はい あ、それが見えて面白い。ではい、あれは僕は大好きですね。あ、で、いつの間にか、あ、こんなところまでできてるみたいね。そうそう。かなりできてる。結構早いんですよね。あの。本当に。大工さん頑張るな。いや、あのね、パネルなんですよ。え、あ、そうなの、最近の家は。なんかレゴみ。いや、大工さんは、なんか、あの、もちろん、その。いるんですけど。はい。まあ、その。まあ、あ、あの、枠組みだけは。そう、枠組みだけは作って、その、なんか、周り。 壁とかは本当レゴみたいに。なんか重ねていくんですよね。えー、なるほど。だから本当に早いですよ。最後。そうか。うん。うん、うん、うん。面白いね。うん、んまあ、ちょっと多分あれですよね。そ,ううそっちの、あのー、うん、アイランドとかのね。あのー、家とはちょっと違いますよね。そうかもしれない。はい。じゃ、そういうのを眺めながら、歩いてるわけですね。 そうでですねあできた最初はね何もない土地だけでそこにファンデーションその基礎ができて、うん、まあ大体基礎はコンクリートで,、うん、<laughs> で日本の建築は結構コンクリートと木を両方使いますよね、はい、やっぱり木をたくさん使ってあいいなね。途中で,で、うん、あの最初の方はちょっとこの中を見てねあいいいいねどんな数が済むのかなと思いながらね。うん なるほど、うん、まあ1か月2か月3か月ぐらいしておーできたねまあ4か月ぐらいしてああいいね内装も終わってるんだねその辺からもう中を見せてくれないですからねはいはいもうドアが閉まってて僕はね中も見たいんですけどね,いやね <laughs> 実はあのー、ねもう最初からずっと見守ってきたんでちょ,ちょっとだけ見ていいですかん 中見せてもらっていいですかわかるでも気持ちはわかるなんかね気になるよねでもね誰かが住み始めたらね何にも見せてくれないですからねそうだねそうだね見せてよ気になる気になるみんなの家にしようよみんなの家に ピンポーンって言って、ご挨拶しに行ったらいいじゃないですか。す <laughs> そこに住んでいる、ね。さらちの時から見守って。そう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 。ものですが。<laughs> ねね、中を見せる。そこに住んでおり、おる、はい、います。みたいな<う>近所のものです、ね。そう。うん、どんな、どんなテレビを置いたんですか。どんなソファを置いたんですか。ああ。うん。いいね、<laughs> うん。そうそうそう。面白いね。まあまあ。まあまあまあ。まあまあまあ